こんにちは、スターリストの大山俊です。いや、最近寒くなってきましたね。急激な気温の変化についていけずにですね、僕自身めちゃくちゃ今風邪ひいてるわけなんですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうかまあ、この季節になると皆さんもそろそろですね、アウター買わなくちゃいけないなというふうに考えている頃かなと思うんですね。 まあアウターって基本的に着こなしのですね主役的なアイテムなので、まあ、僕の考えではですねちょっと投資をした方がいいと思うんですね上半身でしかもですね一番外側にありインパクトの強いですねコートはまあ僕自身としてはちょっと背伸びをして買った方が、まあ、バランスはいいかなと思うんですがここで一つ問題がありまして今年はですねどこもそうなんですが ちょっとですね、従来よりもコートの価格も上がってるんですね。まあ、トップスだとかそういったものだったら、まあ、ちょっと価格が上がってもまだ買えない範囲ではないかなと思うんですが、コートのような重量が値上げしてしまうと結構買いづらいよなと思っている方少なくないかなと思うんですね。まあ、そんな時に僕らの味方になってくれるのが身近なユニクロですとか GU かなと思うんですね。まあ、このあたりもちょっと値上げしてる感じはあるんですが、それでもですね、比較的買いやすい価格帯なので、 今回は昨日ですね、僕が GU で見つけてきたあるコートがめちゃくちゃコストパフォーマンスが高かったのでそちらをですね、完全解説をしたいなと思っています。早速ですね、ご紹介したいなと思ってるんですがこちらのですね、アイテムなんですね。ちょっと商品名をお伝えしますとこちらはバルマカンコートチェックですね。色は37のブラウンで価格5990円というですね、相変わらず GU の 驚きの価格ということで、これがね、めちゃくちゃ良かったです、まあ。バルマカンコートというのはですね、いわゆる典型的なビジネスとかで使われるような竹の長いコートで、まあ、ステンカラーコートと、まあ、ほとんど見た目は変わらないんですが、ちょっと襟の形だとか、このあたりに違いがあるぐらいですかね、皆さんも見慣れた形かなと思います、まあ。定番的にユニクロでもですね、こういったシンプルなコートってやってるかなと思うんですが、まあ、GU のアプローチというところで、ちょっとサイズングが ゆとりがあったりだとかあとはですねこの柄ですね チェック柄なんですが、いわゆるこう、ガンクラブチェックと呼ばれるような、千鳥格子がですね、細かく入っているようなデザインになってまして、遠目から見るとそんなにですね、柄の感じ、強くないかなと思うんですね。ほぼ単色に見えつつ、近くで見ると表情が豊かなのが伝わってくるようなコートかなと思います。これがですね、今季価格帯を抑えたコートを買うのであれば、まあ、ベストなチョイスなんじゃないのかなと思って、個人的にもこちらをですね、買ってみました。確かにアウターには予算をかけた方がいいというのは、正論ではある んですがまなかなかですねそこまで予算をかけない方もたくさんいらっしゃると思いますしあとはやっぱりちょっといいコートを買うとなると僕自身そうなんですが ブラックですとか、ダークグレーですとか、ネイビーですとか、頑張っても無地のベージュぐらいというところで、やっぱりアンパイのものを買うんですね。それなりに長い期間を見越して買うので、あまり冒険ができないんですが、そういった点では、こういうちょっとトレンド感があって、どこかクラシカルな要素のあるチェック柄、こういったものを選ぶのであれば、ちょっとですね、気軽に買える自由あたりで揃えられると、非常に便利だなと思いますし、あとはファッションの幅が広がると思うんですね。そういった意味では、 このコートはめちゃくちゃ価値があると思っているので、今回はこの後実際にこちらを着ながらですね、完全に解説をしたいなと思います。で、もちろんメリットもあれば、デメリットというか、ちょっとこの点はこういった形でカバーすればいいよねというところも含めて、しっかりとお伝えしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、実際に着てみました。どうでしょうかちょっと一周回っていますね。はい。こんな感じですね。 ちなみに僕はですね、身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですね。今回選んだのはですね、こちら S サイズになります。まあ、通常 S サイズがジャストなんですが、こちらのコートはサイズ感としてはちょっとゆったりめになってますね。このようなバルマカンコートとか、あとはユニクロのシングルブレストコートとか、ステンカラーコートというのは、もともとこうタイトな作りというよりはですね、ちょっとボックス型のシルエットになっているので、割とゆったりめなので、こちらはしかもトレンド感 も入っているということでサイズはいつものものを選んで間違いがないかなと思いますね肩の感じなんかもこうゆとりを感じますし身幅に関してもそうですねあと着丈の長さも含めてもう本当にジャストサイズで選んで今っぽいサイズ感がしっかりとはまってくれるのでこのサイズで問題なかったかなと思いますこれ以上サイズ上げてしまうと多分袖が長くてですね女の子だったらいいんですよちょっと袖が長くて可愛らしい感じも出るんですが、まあ、僕ら大人世代が袖長すぎるっていうのも あんんまままり収まりががくなななないいいいかかとと思思うのののでで普段の皆さんのサイズで間違いがないかなとは思っていますこちらのコートはですね、やっぱり単体で見るよりも実際着た方が断然見栄えが良かったかなと思います。正直ですね、このようなブラウンの色合いだとか、ガンクラブチェック自体、ちょっとこうおじさんっぽく見えるかなというイメージが強かったんですよね。なので、パッと見た時にはスルーしそうになったんですよ。 ただ、まあ、実際に着てみるとですね、全然収まりが良くて、結構単品で見るものと比べると、ギャップが良い意味であるので、すごく使いやすいなと思いましたね。で、結構秋冬のコートは、先ほども触れた通り、アンパイのブラック、ネイビー、ダークグレー、このあたりが増えがちで、どうしても暗い塔になりがちなんですが、このようなブラウンですね。なんかま、ブラウンといえばブラウンなんだけど、遠目で見ると、ちょっとベージュっぽくも見えるような、ちょっとこう、明るさもあるようなカラーなので、 ちょっと華やかさみたいなところも出せるんじゃないのかなと思います。で、気になるのはですね、素材感ですよね。 やはりですね、価格が抑えてあるので、素材の質感がチープに見えるんじゃないのかなという懸念はあるんですよ。まあ正直、めちゃくちゃ高見えするという感じではないんですが、かといって、変な光沢感があったりだとか、これ安っぽいなっていう感じも全くしないんですよ。価格相応というよりは、やはりちょっと高見えはしてくれるかなと思いますね。この価格帯で、この雰囲気のコートが手に入るというですね、驚きの方が僕の中では大きかったので、非常に これはお勧めしやすいコートかなと思います。まあボタンみたいなディティールもですね、やっぱりこうチープになりがちなんですが、いわゆる水牛のですね、ボタン風にですね、ちゃんと作ってあるので、このあたりも決してこうチープな感じがしないので、まあ細部にわたりかなり完成度高くなっていますね。まあ自由ぐらいの大きい器用になると、そのあたりのですね、研究ですとか改良はもう年々ですね、精度が上がってるかなと思うので、そういった意味ではすごく完成度高いんじゃないのかなと思いますね。 うん、シルエットもいいし、サイズ感もいいし、これはですね、いろんなコートを僕自身も見ます。高いコートも見ますし、実際に買うことがありますが、非常に満足度が高い仕上がりになってるかなと思います。で、このようなコートをどのようにコーディネートするかなんですけども、実際はそんなに難しくなくて、僕が普段の動画でお伝えしているようなアイテムで、そのままですね、コーデが完成するかなと思っていまして、 今回はですね、内側、見覚えありますよね、この感じ。白 T シャツを着て、その上に重ねてるのが、 V ネックのセーターですね。これは今季のユニクロ U のアイテムですね。まあ色はですね、ナチュラルということで、このようなブラウン系とちょっと近しい色でですね、グラデーションを作ってあげて、その下はホワイトというところで、柔らかく色がですね、変化するような形で上半身を組み立ててみました。もちろん普通の丸首のニットでもいいですよ。ホワイト、ライトグレーとかナチュラルの丸首のニットを合わせるのも全然 OK なんですが、ちょっとこうトレンド感を取り入れるという意味では、丸首の の T シャツと V ネックのセーターという組み合わせがすごくこの襟周りの雰囲気が今年っぽくなるのでこのような GU のトレンド感とは相性がいいかなと思いますね。で、上半身はちょっと明るめの色合いでコーディネートをして ボトムスに関しては、ブラックだとか、ダークグレーでギュッと引き締めてあげる。これが鉄則かなと思いますね。もういつも僕はブラックのパンツばっかり押してるわけなんですが、それはなぜかというと、僕もそうだし、まあ誰が履いても合わせがしやすいという点で、このようなちょっとブラウンだとか、ベージュナチュアルみたいなカラーを引き締めるという意味でも使い勝手はいいんじゃないのかなと思います。で、足元のスニーカーなんですが、 これまた何でも合うんですよね。今は結構使いやすいような白のジャーマントレーナー合わせてますが、これがですね、例えばニューバランスのスニーカーですね。 こういったグレー系のスニーカーになるともうちょっとカジュアル感が出てこれまた収まりがいいかなと思うので皆さんの手持ちのスニーカーで色々とやってみるのもいいと思います本当にニューバランスを合わせればよりトレンド感の強い着こなしになりますしジャーマントレーナーだったらオーソドックスな雰囲気になるかなと思いますあとは例えばサロモンのスニーカーを合わせればちょっとモード感が出たりだとかもう少し綺麗な感じにしたかったら例えばこのようなちょっとカジュアル感のあるレザーシューズですねこういった もので合わせてみてもだいぶクラシカルな雰囲気が強まってすごくいいかなと思うのでぜひ、まあ、ですねスニーカーとか足元で味付けというところ変えてもらえれば様々な見せ方ができるかなと思うのでこのコートをぜひ皆さん使っていただきたいなと思いますでここで一つ懸念点として浮かび上がるのが非常にこのコート軽くて楽なんですよそれはすごくいいんですがそんなに厚手ではないんですね薄いのでこれ真冬に着るにはちょっと寒いかなっていう 感じはすると思いますね。いわゆるですね、ユニクロのチェスターコートみたいなものに比べると、ロング丈のコートの中では、そこまで保温性はないんじゃないのかなと思いますね。そのあたりは、内側に何を着るのかというところで、重ね着をすることでカバーをしてあげるといいかなと思うので、この後ですね、ちょっと内側を変えながら、もうちょっと寒くなってきたら、どういった対策をすればいいのか、このあたりについても触れてみたいと思います。 はい。ということで、ちょっと着替えてみました。どうでしょうか これはですね、どういうコーディネートなのかというと、コートの下にはですね、今季ちょっとトレンド的に多くなっている G ジャンデニムジャケットを着ているようなコーディネートになります。まあ、このようにですね、結構不思議な感じがする方いらっしゃるかなと思うんですが、短い丈のアウターの上にコートを着て、コートを脱いでもちゃんとアウターのスタイルができるというような、こういった二段構えのですね、コーディネート僕の中では結構好きでよくやるんですね。意外とこのようなコーディネートって というのは、おしゃれ中級者駅場の方ではですね、よく用いられるものなので、まあ、ぜひ一つのヒントにしていただきたいなと思います。まあ、このように一枚ですね、内側にタンタケアウターを挟むだけでも、だいぶですね、あったかく感じますし、今は下にはですね、T シャツを着てますが、これを薄手のニットにしてみたりだとか、 あとはですね、タートルネックのカットーとかにしてもですね、さらに保温性を高めることができるので、季節に応じて重ね着をしていただければ、こちらのコートの良さというのをですね、冬のもうちょっと寒い時期まで継続して使うことができるんじゃないのかなと思います。まあ、それぐらいしてもですね、このガンクラブチェックのですね、雰囲気の良さは楽しむ価値が十分にあるのかなと思っています。うん、この着こなしは個人的にすごく好きなので、まあ、これからの季節どんどんやってみたいなと思うんですが、まあ、なかなかですね、 G ちゃんとの着こなしが難しいという方は、いわゆるこう、インナーダウンみたいなものがあるかなと思うんですね、まあ。ユニクロとかでもやってますし、あとは有名なところで言うと、タイヨンですね。インナーダウンの専門のブランドがありますが、ああいったところのシンプルなブラックのインナーダウンを内側に着てあげて、さらにはその下に丸首のニットだとか、まあそういった着こなしをしてあげれば、十分に冬でもですね、対応することができるので、唯一の弱点である薄さですね。そこまで保温性が高くないというところは、重ね着でカバーしてあげる バランスがいいいいんじゃななのかなと思いますついでに足元、ニューバランスに変えてみたんですが、だいぶ雰囲気変わりますよね。たとえ足元がこのようなニューバランスでカジュアル感が出たとしても、 このコートの丈の長さですね。ここが綺麗めな要素として効いてるので、そこまでカジュアルに見えすぎないかなと思います。1着あると様々な着こなしが可能で、内側に着るもの次第で、ボトムスブラックで固定してあげたとしても、様々な見せ方ができると思います。先日、確かリッキーさんの動画でもこのコートを上げてたかなと思うんですが、確かその時にはグレーのパーカーとか合わせてたと思うんですが、このようなブラウン系のパーカーとかで合わせてですね、フードを出して着るというスタイル。 グラデーションで組み立てるのもいいと思いますし、本当に合わせるトップスも選ばないので、ぜひ皆さんこのコートはですね、お手持ちのもと合わせながら様々なカスタマイズを楽しんでもらうといいんじゃないのかなと思いますので、店頭でチェックをしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、G の新作のですね、バルマカンコートを実際に購入しまして、皆さんにですね、コーディネートを含めて徹底的に解説をしてみました。非常に良かったですね。もちろん価格帯がかなり抑えめなので、素材の質感だとか、細部のディティールだとか、そういったところはですね、本当に高いものと比べれば違いは出てくるかなとは思うんですが、パッと見ではその違いが明確ではないぐらいよくできてるかなと思います。ですので、おしゃれ初級者の方が、 これから中級者になるという過程においては非常に使い勝手がいいと思いますし、自分のファッションを広げるという意味では、これまでにないような柄物を使ってみるというのは非常に有効かなと思うので、まずは店頭に行ってこちらのコート試着をしてみるといいかなと思います。結構ですね、実際に見てみるのと着てみるのとでイメージが大きく違うアイテムって多いんですが、こちらのアイテムはまさにそういったイメージですね。 単品で見るよりも着た方が断然着映えしますし、そんなに難しくないアイテムなので、ぜひ普段ブラックネイビーとかそのあたりを着ている方は、ちょっとした変化器を取り入れるという意味でもトライをしていただければなと思っています。 これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段なかなかこちらのチャンネルではお伝えできないような、中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなかですね、動画をゆっくり見る時間がない方のために、オンラインサロンも開催をしています。そちらの方ではですね、文章と写真ベースでサクサク読めるようなですね、記事を 一日だいたい4基地ぐらい投稿してますので、そちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。